リさんもその自分を変えようと思われて、ね、この競技に挑戦されたという話をよく伺いますが、ちょっとそのあたりのお話をお聞きしてもいいですか。はい、私もあの今年、はい、今こういう取り組みをしているきっかけとなったのが、はいはい、なんと谷田さんのおかげなんですよ。なんでかっていうと、講演会やったじゃないですか、2月に、はいはい、その日に私の中でターニングポイントだったんですよ。何かというと、あの講演会でヘアメイクしていただいている時に、私すっごい悩んでたことがあって、はい、でポロッとヘアメイクさんにその悩みを相談したんですよ、はい、それが何かっていうと、タイに修行に行こうか迷ってるという話をしたんです、ね、タイって今あの美容大国で世界ナンバーワンの美容国になってるんですよ。でそれを知って、私もタイにステージング勉強とかヘアメイクの勉強しに行きたいなって思ってたんですけども、はい、今ものすごい航空券高かったりとか、はい、行くとなったら1週間仕事も休んで、トレーニングも休んで、全部そこ開けなきゃいけないから、はい、すごい迷ってて、でポロッとヘアメイクさんに、はい、どうしましょうって言ったら、はい、行った方がいいですよって言われて、はい、って思って、じゃあ行きます。私どこかで背中を押してほしかったんですよ。その次の週に航空券取っちゃったんですよ、はい、もう行ったんですよ、はい、次の週に。タイのこのステージング素晴らしかったんですけど、その心技体の話をそこでされたんですよ。心技体、あなたは体も技も、はい、ポージングも上手いし体もできてるのに、はいはい、心について磨いてきてないって言われたんですよ。でそれがすごい分かるってポージングの先生に言われちゃって、確かに心のトレーニングって一回もしたことなかったんですよ。そのポージングの先生が、はい、なんと大学と大学院を心理学を専攻されてた方で、すごい心についてものすごく詳しい方だったんですよ、はい、帰ってきてからも私それについてすごい考えるようになって、はい、心をどうしたら鍛えられるのかなって思って、オンラインで授業してもらったりして、その先生に、帰ってきてからも日本にいながらその心理学の勉強したりして、はい、日本でできないのかなと思い始めて、一、はい、人の先生にたどり着いたんですよ。でそこにもう直接メールしたんですよ、はい、そしたら先生がここだけ提案がありますと、私がやってる講座の8ヶ月のがありますと言われて、はい、それを受けてみませんかって言われて、ちょうど5月から12月の世界選手権までの期間だったんですよ。これはと、で私も心理学にすごい夢中になってて、心について知りたいなってすごい思い始めて、はい、まさにドンピシャだったんで、はい、心理学を今勉強してるんですよ。それをやろうと思って、そのきっかけが谷田さんの講習会のヘアメイクさんの一言だったんですよ。きっかけってどこに眠ってるか分かんないし、はいはい、常にチャレンジしてて初めて扉を開いたら出てきたって感じだったので、はいはい、やっぱり諦めずに100回扉を開けて、1000回扉を開けて、それでも出てこなくても1001回目になったら出てくるかもしれないっていうふうに私は思ってるので、とにかくどんな扉でもいいからどんどん開ける、開ける、もう開けて開けて開けて、次の扉がそうかもしれないって思って、なんかこう突拍子もないすごいことをやろうと思うんじゃなくて、昨日の自分よりも一歩前に出るだけ、とにかくちっちゃいゴールテープを切ることだけでいいので、小さいスモールステップを踏んでいくことで初めてそのきっかけをつかめるんじゃないかなってすごい思ったんですよ。今毎日その心を勉強していることによって生き方自体が変わったんですよ。朝起きて、ああ行かなきゃとかそういう感じで慌ただしく始まってたのが、最近は私も目覚めた瞬間、今日は素晴らしい一日になります、私は最高の一日を過ごしますみたいな感じで起き上がるんですよ。でそうすると本当にそういう風になるんですよ。朝一番に思うことってすごい大事らしいんですよ。そうすると本当になんかその一日がすごいいろんなことをチャレンジできる日になるんですよ、はい、ってなってきたら、トレーニングも過去最高を更新できたりとか、食事に対してもすごく感謝できたりとか、でなんかだんだんと起きる全てのことがすごくポジティブに思えてくるんですよ、はい、それをやっぱりやることによって、昨日の自分よりも今日すごいいい自分になってるし、朝よりも夜の方がもっと最強の自分になれてるし、はい、何か変えようって思うことってものすごい自分にストレスかかるし、はいはい、コストもかかるし、いろんなことありますけど、昨日の自分よりは勝とうっていうふうにしたらできるし、自分でも、はい、例えばステージに上がった時に同じチャンピオンでも、はい、毎日を幸せに生きてるチャンピオンと毎日を頑張って頑張って頑張り抜いて、悲壮感のある悲壮感のあるチャンピオンだったら、やっぱり
幸せを皆さんに届けれるチャンピオンになりたいなってすごい思うんですよね、はいはい、あの骨折がなければこういうふうに思わなかったので、うん、怪我とか病気とかなんか自分の体調悪いなとか、はい、あらゆる人生の中で障壁って起きますよね、はい、順風満帆に全員生きてるわけじゃないので、あらゆる障壁ってやっぱり人生をより良くするためのスパイス、より良くするための指標だと思うので、そこで何を学べるかがものすごい大事、はいはい、ちょっとでもいいんで何か成功体験を積むと、はい、私意外とできるじゃんみたいな、 そうなんですよね、それがすごい大事だなって、はい、なんであんまり高い目標いきなり世界チャンピオンって言ってまずは昨日の自分に勝ちましょうとか、そうですね、庭を一周してみましょうとか、うん、本を1ページ読みましょうとか、はい、今までエスカレーター使ってたのを階段に登ってみましょうとか、はい、そしたらもう大成功なんですよ。そうですよね、そこに持ってただけで、それ365日やったらとてつもないことになります。すごいことになります。私も自分のことが全然好きになれない人生だったのが、ウキニフィットネスと出会ってトレーニングするようになって、はいはい、昨日よりもこれできるようになったとか、はい、先週まで5キロだったのが6キロできるよとかなってくると、もっと自分のこと好きになりたいからもっともっと頑張ろうっていうふうに思える、はい、なんかそれが自分の未来を変えられる、はい、そのきっかけになっていくのかなって、はい、すごい思いました。すごく思います。自分を変えれる人って、自分は変われるって自分のことを信じてあげれる人だと思うんですね。自分のことを信じてあげてくださいってすごく思います。はい、やっぱりいつからでも何歳からでも自分次第で、諦めなければ本当に自分の未来は変えられるので、とにかく小さい一歩を踏み出すことから全ては始まるので、はい、今の自分にできることを今やるだけ、はい、とにかく今を楽しんでいただけたらなんて、ね、今を楽しみ、一歩だけ前に、10歩出ないように、そうですね、出過ぎちゃう、出過ぎないように、ちょっと疲れちゃわないように、そうですね、限界を決めてるのは自分の心だと思うので、 100% 自分でできるって思えたら本当にできるので、はい、自分を信じてあげてください。はい、はい、ありがとうございます。